大塚佐野武妃では、兵庫県三木市福井出身で入間川部屋所属の元、大相撲力士、玄若藤親方。特異種は月、推し、寄り、稲氏、猫魂。アマチュア相撲出身。最高位は、西前頭4枚目。身長175センチメートル、体重152キログラム。趣味は、ビデオ鑑賞。本名は、大内信武で、血液型は、A 型。 兵庫県三木市福井出身の金属加工業の次男である。祖父と父が相撲好きだった影響で、三木市立三十小学校6年の時からの時から、相撲好きで力士を志し、三木市立三木中学校で相撲を始め、相撲部に入部し、全国大会に出場した。市川高校相撲部では、国民体育大会や、全国高等学校相撲選手権大会で、 団体優勝に貢献し、日本大学相撲部では、全日本相撲選手権大会で活躍した。高校と大学では大日の出の1年後輩である。1993年3月場所、日大同学年の白崎と共に入間川部屋から、初土俵を踏む。親戚取りを機に、名字の読みからヒントを得て、大塚さんに解明した。当初は、右下手半身で寄る取り口で、 特に太平には、体格で負けて、勝ち身が遅く重量で低迷したが、立ち合いからの突き押しで離れて動き回る相撲が、増えてからは強みを増して1999年、9月場所に入幕を果たした。2001年7月場所には、自己最高位の西前頭4枚目まで番付を上げ、2002年にかけて幕内に定着したものの、その後は次第に重量へ落ちることが多くなった。 2005年11月場所には重量界まで転落したが、そこから這い上がって、2006年1月場所は西重量4枚目で10勝5敗と対勝し、2005年3月場所以来1年ぶりの幕内復帰を果たしたが、4勝11敗と負け越して、再び重量に陥落した。このように幕内では勝ち越せないが、重量では自力を見せつけ対象することが多かった。 幕内で2場所連続で負け越し、東十両筆頭で迎えた2007年3月場所には、11勝4敗で十両優勝時点の、好成績を上げている。しかし、10回目の入幕と、史上3位の記録となった翌、5月場所では、初日から10連敗してしまい4勝11敗だった。また、2005年、11月場所中の琴との若の引退で、2005年、 11月場所先週楽時点で現役最高齢関取となった。30歳大半ばを迎えてもキビキビした動きは衰えず、相撲中継でもたびたび関取最年長とは思えないほど動きは若いと評されていた。2008年1月場所、西十両4枚目で9勝6敗と勝ち越し、3月場所で11回目の入幕を決めた。十七歳零ヶ月での幕内復帰は、 戦後3位の高齢記録で入幕回数11回は昭和以降3位。この場所は初日から4連勝し、上記の不名誉な記録を脱却できるかと思われたが、5日目から10連敗してしまい、結局5勝10敗と負け越し、10両へ陥落した。東10両12枚目で迎えた2009年3月場所4日目に勝ったものの、 12日目終了の時点で1勝11敗と大不振に陥った。右肩を痛めたとの診断書を提出し、翌13日目から幕下時代の1993年7月場所以来15年半ぶりの休場。翌3月28日に引退、年寄り若藤として更新の指導に当たることとなった。日本相撲協会の業務では、現在は、 名古屋場所担当の委員を務めている。私生活では2013年10月13日にダイエット目的で通っていたスポーツ関連施設で出会ったという女性と結婚した。ありがとうございます。